はい、それでは対戦相手の方決まりました。やっていきたいと思います。相手の方のレートを見ていきましょう。レート602、試合数が126試合53勝64敗、9分けですね。勝率が 42.1%。 うちのチームも見ていきたいと思います。77試合35勝32敗10分け、レートが688、勝率は 45.5 ですね。さあ行きましょう。スソダメか。てかスソ変えたいな。ここバンバン、バンバンもちょっと微妙な感じですね。あ、ちょっと失敗した。いや、スカッと失敗したな。バランやろ。誰やったっけ。あ、デヘアか。デヘアはもう替えが効かない。ちょっと右ペレグリーニ、いや、ちょっときついな今日。ペレグリーニ、メルテンス、チャラフか。メルテンスここで使わなあかんやろな。どうしよう。カウンターターゲットをここマラドーナつけて、マラドーナにつけて、終盤までちょっと使おうかなって感じ。バンバ、いや、それかオバメにつけとくかもありですね。でメルテンスをバンバと変えて、チャロフを、マラドーナ位置に入れるっていうのもありです。そっちの方がいいか。まあいいか。でバンバーつけるとして、こっちのカウンターターゲットな。やっぱりバイエで行こうか。いや、どうやろう、後ろから来てほしいね。まあカウンターターゲットでいいや。オッケー。これでちょっとね、やっていきましょう。トニクロス、これは多分ね、最後まで持たないでしょうね。で、ディアワラもね、ちょっと微妙な感じなんですよね、いつも。まあ、いっか、バランはちょっと使えないと。うん、96。なんで96なのやろ。あれ？なんかどっかおかしい。あ、これか、ロマニオリのせいか。オッケー。わかりました。いや、やっていこうと思うんやけど、ちょっと待って、相手のフォーメーションなんかえぐいぞ。広いな。オッケー、やります。この時間はセルティック対、はい、それでは試合の方やっていきたいと思います。僕からのゲームチャンネル VS S スタイルローズパークスタジオでしょうね。徐々に熱気を増してきています。さあ行きましょう。おっと、何が起きた。なんかこの本当にね、真ん中のあたりがすごい空洞ができてるんで、あの位置でちょっとよくボールを持てるのかな。どうなの、あそこでちょっと、はい、よろしくお願いいたします。言ったらこの辺ですよね。あんま関係ないか。おい、 OK、 バンバ。さあ、おっと、ここは一旦戻す。ああ、ちょっと攻めていくところ失敗したな。あ、やばい、ネイマール独走許してる。まずいですね。 OK。 あー、まずい。うわ、危ねえ。どう対処すればいいんですか。そうですね、ダメか、取れないのか。え、ちょっと待って、うわ、危ねえ。お、誰も気がらなかった。危ない危ない。いきなりピンチを招いてしまいましたけどね。まあ持ち前の運でなんとかなったという感じです。こういうところで運を使ってるからガチャで黒とかなかなか出にくいんかな。そんなことはないですけど。マニュアル、クロス、あは、怖え。ちょっと強引やなそれ。やっぱりネイマールいいですね。だいぶネイマールを起点として相手やってきますね。攻めてきます。どうだこれ。あ、マラドーナ失敗した。マラドーナやられた。あー、やはりネイマールか。今日もネイマール。おー、やばいやばいやばい。どうだこれ。よっしゃ、バンバン来い。バンバ、ちょっと遅いか。まあ不調なのはしゃあないねんな。バンバン、バンバンに関して言えば、だからスパサボ欲しかったんや。でもピンポイントクロスでもよかった。あの時ピンポイントクロスさえついたまましとけば、とクロスとかでもね、得点機演出できたんじゃないかなみたいな感じやねんけど。いや、悔しいわ。今さらまだ言うかみたいな。おい、危ねえ、危ない危ない。どうだバンバー、用意はいいか。 OK、 攻める。失敗した。取る、自ら取って、ナイス、モモネー、ありがとう。いやいやいや、ラッキーですねこれ。まあ、若干の事故はありつつ、はい、行きましょう。ダゴナム、今話題のダゴナム、もう話題は過ぎ去ったか。ダコナムでもいいかな。右サイドバックもいけるもんな。
ただが欲しいな。おい、こんにゃろ。トラップスルーがだいぶ今作弱体化してるからな。うそやん、すげえわ。体で勝てなかった。まあなったら無理やな。さあいけるか。ダメ、枠に入れない。空投獲得したら低弾道欲しいよな絶対。まあスキルコーチカード何だっけ、スキルトレーナーか。スキルトレーナーないけどね。まあ一応乱暴を口にするのは自由ですから。ただぜひやるのいいけどね。OK。さあ、バンバイ。いや、ダメか。それはちょっと良くない。取れ。よし、ナイス。どうなる？あかん。おい、どうなってる？あかんな。ここはちょっと時間をかけてもらって奥取る。よし、ナイスカフェ。教授が影が薄いな今日。大丈夫か影が。パスをつなぎます。チャンスを演出できるか。あかん。いやでもコーナーあった。さあこんな感じかな。キーパーを越す。そしてこれ、あ、ダメか。やばいな。みんなで挟み込みたい。教授、そっち頼みますよ。あー、サンティアゴアリアス。危ないな。だいぶ自由になってる。あ、まず。あ、危ねえ、怖っ。いきなりでもダビド・デヒアの牙城を崩されたからね。さあ来た、ファイエー、ファイエー、ナイス。いや、うまい、ファイエー、いいね。カットインからいったった。さあ積極的にね。さあファイエー、オバメ、ディアワラちょっとダメ。いや、痛い。カバーにはこんなところに乗ってきてる。どうしよう、この辺なんか近くに選手がいるんで、ちょっと軽くパスで出しましょう。お、教授上がってきた。使おう、上がってるなら使う。ダメか。あー、まずい、教授がいなくなったところは。あ、まずい、ペペ、悪道ペペ、こう取るわ。よっしゃい、取りまえや。キャプテンマーク巻いとるからな。さあバンバ、この裏抜け、バンバ、血を這うようなシュート決まった。結局スソよりもやっぱりバンバやで。でソのところやっぱりちょっとね、よう調子悪なるから。いや調子悪なるじゃなくて、早くはもうあっこう止まれまるとかもあるからな。 OK、ということで前半終了3対1ということで、後半このままいきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それでは後半戦やっていきたいと思います。さあ相手はまだ戦意を喪失していない。4点目を取れば、あるいはね、もうだいぶ諦めるんじゃないかなと。さあバンバ前を向く。よいしょ、いける、トニークロース、ナイス、よし。もうこっからはね、もううちのペースです。大丈夫。さあいいぞ、バンバ、僕が出したの。そりゃそうか、取る、ナイス。さあカウンターといく、上がってきてるファイエンです。
さあ、いけるか、オバメ。オバメ、あ、先に入られた。そう。ティッポ、ティッポ。でね、よいしょ、当然出した方、試合出した方が、TS 上がると思うんで、これ余裕あるんで、ちょっとデビューさせますかね、バラ。よっしゃ。あ、取られた。まずい。仕事に関係。あ、まずい。何が起きた？危ない！ちょっと、あー！危ねえ！あ、完全にサイド崩されとったわ。しかし？あ、あ、最後出したのか？違う。もう間に合わりの、あーっと、なんだこれ！危ねえ！一回戻す。バンバン！ちょっと、何してんの？オフサイドか。オフサイドを気づいてる、ちゃんと。そりゃそうやな。うん。オフサイドっぽいと思いながらも出したんやけど。オフサイドあんな動きすんねんな。明らかオフサイドだったら。行かないというね。あえて沈黙みたいな。答えることができないから、正解は沈黙みたいな。ちょっとね、どんなやつやったか忘れてもらったわ。僕たちのハンターハンターどうなったの？私の楽しかったハンターハンターどないなってしまったの？もうね、ちょっと分かりにくいですね、ハンターハンター今。ダンバーダンバー、おー、ナイス、オッケー。さあ、選手変えます。変えるわ、こうやってな、オッケー。ちょっとディアワラが多分ね、フルで出れないんで、ここに交代枠を1個使おうかなと思います。ここで、バラン、バラン調子悪いやないか。まあ、えっか。こんだけ点差開いたらもういいやろ。ペレグリニ、ここ。で、バンバン、ええー、な。悪くないで、今日。メルテンス。いや、チャノホノがいいな。いや、メルテンスかな。チャラフの方がいいか。チャラフにします。ん？あれ？センターフォワードにしたい。オッケー。まあ、前回ね、動画でちょっとこのね、センターフォワード2人で試したんですけど、まあ悪くないですね。時間がない。時間が、まあ、終盤になったら本当にいい感じの攻撃ができたかなと。両方ともスピードは速いですからね。OK。あ、取れない。取れてないと。OK。鉄壁です。さあ、ペペあそこの適性があるからね。あ、ごめん。トラップスルーミスった。何してんだ。ああ、まずいな。センターバックとキーパーで。本当にそういう選手。センターバック、キーパーで。だいぶ、後ろがね、もう、決まっちゃったな。ラモスが来ないとね。ラモス欲しい。ああ、強い。ラモス強いな。違う、ラモス欲しいな。やられてしまった。バイエ。教授、ちょっとパス雑ですね。教授、おっと行けました、教授。読んでます。さすがです。さあ、カフー。バンバ、ナイス！ペペのこの位置。チャラフ！チャラフ！来たぞ！やったぜ！結果を残す。さすがスパサブだけあるわな。よしよしよし。だいぶね、守備は崩壊してるけど。崩壊はしてないか。守備はやっぱちょっと雑やなと思うな、自分でも。取れる。おいおい、危ねえじゃないか。どうなってボールがない。オッケー、ボールがない。教授、あー、教授、危ないっす。待ってください。ちょっと、どこ行った。おっしゃ、抜けた。さあ、来た。おばめ、あとは任せた。バラ止めようだ。バンバホーバンバホー不発に終わる。チャロフ蹴ったあかん、蹴ったあかん。パイエパイエ、こう逆に巻きながらこんな感じ。どう、あ、もうちょっと、どうこれ、ちょっと微妙やね。オッケー、あー、さすがクルトワ。ネットを体で揺らしながらも止めた。何噛んでんの。危ないな、教授。教授ちょっと走り負けてるな。
OK。よっしゃこう熱い信頼でね、結ばれてますからね。あ、ちゃうわ。今日からやるやわ。あー、ごめん。チャルフ、取る。よっしゃさあ。バンバッバンバッダメか。さすがにゴールを見えたから打ったけど角度が悪かったな今。危ねえ教授、教授ちょっとまずい。よしよっしゃ。ここは時間を使います。おらダメか。うわダメか。あそれね。さあ88分、もう時間がない。 OK。あら、あ、7番のまんまや。背番号バラン買いの忘れた。あーごめん、ネイマール強いな。ここだいぶな、あのネイマールで来てるからな。もう終盤になって言うのもあれやけど。よっしゃ、はい、6対2、結構な大勝を飾りました。いやーよかった。みんなね結構点取った選手多いんじゃないかな。まあ、今回はちょっとね、まあ、なんていうの、積極的にね、仕掛けましたからね。だいぶあのバンバとかもね、いつもは結構ねパスしちゃうことが多いんですけど、なんだろう、ちょっと勝負を心がけてみました今回。さあそろそろお別れの時が来ました。でこの辺もねバンバの勝負から生まれたゴールです。これはまあでも事故やけどな。うん、だいぶなんか今まで消極的やったなってなんとなく思うんですけどね。いいなネイマール、いいなネイマールは。そしてこのスアレスとのねコンビ、スアレス強いな。こんなん見されたら欲しくなってまうやろ、欲しくなってまうやろや。だいぶ今の関西弁じゃないけどな。山口弁とミックスしました。いや山口弁かどうかも分からんけど、山口の人が使う関西弁みたいな。パイエいいですね。このパイエの何やろ、サイドで使うパイエがすごいボールを落ち着けられるというか、なんていうやろ、サイドって切り込む系となんか技巧派系みたいなのがおると思うんですよ。バンバみたいな切り込む系、スピードがあって切り込める系と、まあ、パイエ、まあ、言うたらね、なんトルシエの時の中村俊輔みたいな感じ、左アウトサイドで使われた、あんな感じのパイエみたいなちょっとイメージあるんですけどね。小野伸二とか、本来はまあサイドの選手じゃないけどみたいな、まあ、パイエもね、実際パイあのサイドの選手じゃないですからね。まあ、こういうタイプ、がまあ2種類いるといいかなという気がねします。いや結構これ、あバンバのアシストが勝負バンバ。いやーここホットラインができたかもしれないな、バンバとオバメのね。ただねやっぱりバンバスタミナがねなくなりやすい。いやーめっちゃ見てるけど試合。いいですねこれ、結果を残したチャロフ。顔がねちょっとモンタージュってところだけねいけてないんですけどね。バンバのバンバホー言ってたやつかこれ。あバンバホーや。 OK、 はい、ということでね6対2、4点差で勝利しました。ではレート変動までいきましょう。何もぐらい上がれるな。ただ相手あんまりチーム力強くなさそうやったから、どうやろう、なんかネイマール、あー8か、こんな前な、勝ったら大体8やな。はい、ということでね、あとこっちまで行こう、はい、ウィークリーポイント、グループ暫定順位が5位。あーなるほど、まああんまりやね。2試合ぐらいしか、3試合か今週やってるの、これが3試合目か。はい、ということで、まあ、今日はねこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。